これ私も勧められて購入したんですけど、スマホスタンドを新しく買ってみました。前のはテーブルなどに挟むタイプで結構安定感がなくて、ちょっと触るとボヨヨヨヨンってなってたんですけど、でこういうタイプのものがあるっていうのは知ってたんですけど、なんか倒れるんじゃないかなと思って、それが心配だったんですけど、ここの重しの部分がすっごく重くて、これなんこの感じすごい重たくて、ちょっとやそっとじゃ倒れないっていう感じなので、なんかいいんじゃないかなと思って今日からこれを使ってみます。今回のオーダーは25ミリの宇宙玉レジンになります。ベースカラーは紫を使います。ホログラムラメを入れます。背景カラーはすごい女性らしい感じのもので、ピンク、オレンジ、あとレッドを使って、ちょっと今までにない感じのものに仕上がるんじゃないかなと思っています。で、渦ですけど、渦は、私がおすすめしてたこのアスラーを取り入れて、そしてこちらですね、シルバーのもの、そして、あと一色一番手前に来るものは、ですね、今回はオパールがブルー系を使いますので、一番このオパールに近いところの部分を水色の渦にしたいなと思って、でどっちがいいかなと思ったんですけど、これ少し薄めなので、この濃いめのブルーで作ってみたいなと思います。レジン液を入れていきます。これで、硬化します。で、硬化しましたので、次はベースのカラーを作っていきます。いつもはブラックなどを入れてるんですけど、今回パープルだけで、このパープルだけにすることで少し、明るい感じの宇宙玉ができるんじゃないかなと思います。で、明るい感じなので、このラメなどが上からでもはっきり見えてくれるといいなと思いながら今入れてます。こちらはホログラムグリッターです。もうあんまりなくなってきてるっていうか、もう汚くてすみません。もう少し濃くてもいい気がするので、ただこの液体を、カラー液をたくさん入れると硬化がしにくくなったりするので、ちょっと硬化するときは注意した方がいいかと思います。で、入れていきます。気泡を飛ばします。そしてほんの少しだけ広げてあげて戻すと、この辺りがこうちょっとグラデーションになって、次の色が来る時にくっきりと色の差が出なくていいかなと思うので、こんな感じで少し広げてあげて、カラー液をたくさん入れたので、硬化する時最初は少し回してあげながら硬化した方が、一定のところに光が当たって、そこに気泡が生まれるっていうことがなくなると思うので、濃いめの時、カラー剤をたくさん入れた時などは回してあげながら硬化させるといいと思います。それでは硬化します。次は背景カラーを作っていきます。赤は色が濃いので、濃いというか強いので、赤は少量入れようかなと思ってます。オレンジ、これはサンセットオレンジで、すごく夕焼けのような色で綺麗です。で、ピンクを作ります。で、ちょっとかなり量は入れようかなと思ってます。もう少し先に気泡を飛ばします。
そしてこちらに入れていきます。入れる場所ですけど、ピンク、赤、オレンジみたいな感じで、こっちから見るとピンクが強い、赤がこっちから見ると赤が強くなるっていう感じで、3分割にして入れたいと思うので、今回はまずピンクから入れて、なので少し段差をつけてた方がやりやすいと思います。薄いのでかなりギリギリのとこまで持ってきた方がいいと思いますね。このもう際まで行くと色のラインがここにできてしまうので、この際は塗らないようにして、こんな感じで、そして今回まずこれで一度硬化します。一度に入れるとこう混ざり合うので、今回は混ざり合わないように、赤とオレンジとピンクがはっきりと分かるようにするために、一つ一つカラー入れて硬化、入れて硬化っていう感じにしたいと思います。次オレンジを作ります。今こんな感じになったので、ちょっとずらして、このくらいかな、ここにオレンジを入れていきます。ちょっと入れすぎかなと思ったんですけど、そういう時はそーっと綿棒などでカラーを拭い取ってあげれば、これで硬化します。最後赤を作ります。赤の量は多分そんなに入れなくて、液もちょっとだけで、今こういう感じですね。そしてここに入れていきます。これで硬化します。こんな感じで、オレンジの部分とピンクの部分、そして赤の部分が分かるようにしました。オレンジちょっと強いかなと、もう少しピンクを足そうかな。カラーレジン液を入れるというよりも塗るという感じで範囲を広げてあげたらいいかなと思ったので、そして少しここのところに余分なものがついたので、これは拭いておきます。でこれでちょっと硬化します。で渦を作るんですけど、一番下にアスラを持ってこようかなと思います。アスラは結構たので、多分レジン堂さんのパウダーなんですけど、ラインを引くためのものではないので、混ぜたりするものだったりとかするし、結構散るので粉を多めに入れて、気持ち細いものを作りたいなぐらいの感じで作っていけば、ちょうどいいタイプのものになるんじゃないかなと思います。結構こう見てもわかんないんですよ。結構量は入れてる、この一滴に対しての量は結構入れてるんだけど、そして使う時に少なめに、もう1回だけしか使わないから、ほんとこのくらいの量で十分なので。そしてこちらちょっとピンクが濃くなったかなと思うので、こちらに作っていきます。
そして今回もこちらを使っていきます。携帯用の UV ランプで重宝してるので最近使ってるんですけど、渦を作って硬化しようと思って動かしてる時に渦の形が変形したりとかもあると思うので、渦を作ったらこの場で仮止めみたいな感じで仮硬化みたいな感じでして、UV ランプの方に運ぶという感じにしたいと思います。でちょっとこんな感じで広がるんですよね。でですね、これもう少し、まあ今ちょっと時間を置くとどん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 広がってしまうんですけど、これ嫌だなと思った時に、皆さん裏技というかですね、これ触らずにそのまま一旦捨ててもらって、あまり触ったらこの中に粉が残るので、触らずにもう素早く、あ、お菓子失敗したと思ったらすぐにレジン液を捨ててもらって、アルコールをつけたティッシュで軽く拭いてあげて、熱いものよりもティッシュぐらいの薄いものの方がいいかと思います。でこれで拭いてあげて、やってるかな、こうやってもうなんかね、渦がうまくいかなくて、でもせっかく作ったからって作ってしまって、嫌だ失敗作がいっぱいできたっていうよりも、こんな感じ で今アルコールで拭いてるので、少しアルコールは飛ばした方がいいので、まあ、こんな状態で一旦拭き取って、まあ、そしてまたレジン液を入れて仕切り直しです。でこれで、こんな感じで仕上がりました。そして2層目はシルバー、こんな感じでシルバー作りました。でつけるときはもうほんの少し先っちょにつける感じで、こんな感じで、また液は今から、ね、液を入れます。入れます。ある中のこちらを使います。ここはなんかね、いまいちまだこの人の性質が分かんないので、まあ一応このくらいで、綺麗な青だけど、果たして綺麗にできるか。この渦を作るときに私は、なるべく熱を入れなくて、ちょっと、とろっとした状態でゆっくり渦が作れる感じの方がいいのかなと思って、そうやってるんですけど、これ今度温めてサラサラの状態にしたときに渦ってどんな感じにできるのかっていうのも見てみたいなと思うので、今度動画撮ってみたいと思います。もしかしたらサラサラの方が作りやすいかったりとかする可能性もあるので、一度今度やってみたいと思います。青は目立った方がいいのかなと思うんですけど、
とどのくらい多めに入れようかな。なんかすごいオーロラみたいな渦になった、綺麗かも。そしてこちらの26番のオパールを入れていきます。少しだけ上の方に持ってこようかな。少しだけ上の方に持ってきたいので、このまま乾かします。そして落とします。一応あの座布団みたいな感じで一層、少し低かったので一層持ってきました。でこの上に置きたいと思います。よいしょ。ほんのちょっとで固まるので、そしたら本硬化、そしてカレットを入れていきますので、この中に入れました。こんな感じにのせました。で、周りに少し入れ足したいと思います。この状態で、こんな感じですね。そして、こちらのオパールのカレットを置きたいと思います。はい、これでかぶせていきます。なんかすっごいこう綺麗、今までにない感じの色、このグラデーションがいいですね。綺麗綺麗。ちっちゃな気泡はあっても可愛いもんね。でもそうして残すと失敗するので、大きなのがやってくるので気をつけて。そして全体になじませて、仮硬化、そして UV ランプで硬化します。では開けていきます。わ、もう勝手に開いちゃった。いきます。よいしょ、せーの。こんな感じだね。あー、きれいきれい。綺麗で、チョキチョキしていきます。ユーザーで削っていきます。こう下の方が暖色で、上の方が寒色系って言ってたんですけど、なんかブルーの渦が結構いい感じで寒色系を出してくれてる気がする。まだあの曇っててよくわかんないんですけど、これから、サンドペーパーで磨いていきます。サンドペーパーでの研磨が終了しました。ここから、今回もコンパウンド仕上げなので、コンパウンドで磨いていきたいと思います。で、いつも使っているクロスはこのタイプなんですけど、広げるとこんな感じで3色あるんですけど、カットして使っていきたいなと思います。なんかどんどん使ってると、あ、もうあちこちついてしまって、新しくつけたものか
前につけたものかとかが分かんなくなってしまって、なのでなるべくこう使い切りタイプにしたいので、まあ、4分の1ぐらいかな。これを使っていきたいと思います。研磨剤は、コンパウンドの2ミクロン、細めのものと1ミクロンの極細のものを使っていきます。そして磨いていきます。これで今細めで磨きました。あとこのあと1ミクロンの極細で仕上げていきます。コンパウンドでの磨きが完了しました。紫を使ってブラックを入れなかったんですね。すると中の一番ベースカラーに入れたラメなんかがキラキラと見えて、すごい綺麗だなと思いました。で、渦ですけど、渦真ん中のはシルバーで細めのものを入れてるんですけど、この一番下に入れたもの、そして上に入れたもの、上も中央の方は細いんですけど、一番この最後のあたりが少し広がってて、これもなんかすごく綺麗だなと思いました。ちょっと渦に特徴があって、あとカラーもブラックを入れてない分華やかな感じで、また今までにない感じの宇宙玉ができたんじゃないかなと思います。今回はストラップでということだったんですけど、見てもらったら分かるんですけど、ものすごく角度で感じが変わるので、いつもどこを正面に持ってこようかなっていう、例えば結構揺れる時って、まあ、ここに金具を取り付けた場合はこんな感じで見えるので、上の方は見えにくかったりすると思うので、どこに金具を取り付けるかで結構変わってくるのかなと思ったんで、宇宙玉レジンもチャレンジされてる方なので、ご自身で選んでつけてもいいのかなと思ったんですけど、そこはもうお任せということだったので、私が好きな角度で正面に持ってくる感じでつけたいと思います。